世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。田中勇気が見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイスズ。愛は食卓にある、キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイスズ in the case of 勇気田中。懐石料理っていうものを世界中の人に楽しんでもらいたいと思ってるんですけど、お肉も魚も食べれません、お出汁もダメです、お醤油の小麦もダメなんですって、そういうような要望がちょっとずつ増えていって対応をしているという形ですね。田中が経営する伊勢末吉では、動物性食品を制限するベジタリアンやビーガン、グルテンフリー、イスラム教のハラールなど、多様な食文化に対応した懐石料理を提供している。This is our halal policy, so please check before eating. イスラム教ではアルコールと豚肉が禁じられている。和食では定番のみりんもアルコールを含むため使わずに味を整える。 This kind of very nice food that include Japanese tradition inside, I think a lot of people will enjoy it if it's halal.ビーガンの出汁は植物性の素材で工夫する。自分の思いつく食材っていうのをいろいろ試してみて、1年後ぐらいに改良したりとか、いろいろ改良を重ねて今の形になったっていう感じなんですけど、旬を味わうのが懐石の醍醐味。田中はさまざまな季節の食材を駆使して客の要望に応える献立を生み出す。新しいこと、変わらないセオリー。多様な食の理解にはまず足元を知る。田中は生産者ツアーを企画した。一緒に田植えをしてみるだとか、こういうふうに料理ができるところまでがつながっていくんだっていうのを体感してもらうことによって、価値観さえも変わってしまうようなきっかけを作るっていうことができるんじゃないかなっていうふうに思ってやってます。フレッシュフェイスズ、その先は。海外で懐石ブームを仕掛け、外国人だけではなく日本人にも懐石を見直してほしいと考える。ブランドの逆輸入じゃないですけども、トレンドみたいなものを少しでも作り出すことができたら、日本の人にもこうちょっと、興味を持ってもらうきっかけにできるんじゃないかなっていうのは思ってやってます。愛は食卓にある、キユーピーの提供でお送りしました。